最高だ。キャッツテールの酒は実に。ああ、旅人か。どうした？もしかしてキャッツテールを知らないのか？まあその感じじゃ聞いたことも言ったこともなさそうだな。お前それは人生損してるよ。キャッツテールには面白いドリンクがたくさんあってな、きっと旅人が飲んだことないものばかりだと思うぞ。しかも店名の通り、可愛い猫たちが店内にいるんだ。可愛い猫に囲まれながら美味しいドリンクを飲めば、あっという間に時間が過ぎていく。未成年に見えるけど。あ、でも大丈夫か。あのディオナっていう子はモンドで最高のバーテンダーだからな。ノンアルコールのドリンクくらいパパッと作ってくれるさ。それにあの子もすごく可愛くてな、まるで子猫みたいで。ディオナには内緒にしてくれよ。とにかくキャッツテールはすぐそこだ。気になるなら行ってみるといい。俺はその辺で酔いを覚ましてくる。今の俺には五次会は無理だ。お酒の材料がもう切れちゃった。まったく、大人たちはなんでこうもお酒を飲みたがるの？それはもちろん、ディオナちゃんの作ったお酒が美味しいからよ。はあ、大人が持つべき自制心は一体どこに忘れてきたんだか。ディオナちゃんのスペシャルドリンクを前にしたら、その自制心がなくなるのも無理ないわ。何それ、ただお酒が飲みたいだけの節操なしじゃない、酔っ払いどもめ。誰が猫だにゃ。あ、もしかしてあなたカッツルインの人間を見るのは初めてなの？あら、お嬢さん、キャッツテールへようこそ。飲みに来たの？あら、それはタイミングが悪いわね。ちょうど今お酒の材料を切らしちゃったの。それに、それにお酒を飲んでいい年じゃないでしょ。ノンアルコールでいいなら酒場じゃなくてもモンド城のそこらで飲めるでしょ。わざわざ酒場に来てノンアルコールって、あなたやっぱりお酒に興味があるんでしょう。まさかそこのおじさんたちの若かった頃みたいに酒は大人のロマンだ的な妄想だけで飲みたいだなんて思ってないよね。お酒の何が美味しいの？みんなして夢中になっちゃって。はいはい、ディオナちゃん、この人は時間を作ってお店まで来てくれたんだから、なるべく要求には応えてあげないと。それにこれは店長命令よ、ディオナちゃん。わかった、ドリンクを一つ作ってあげればいいんでしょ。それじゃあなたのようにお酒に幻想を抱いているやつには私の特製ドリンクで目覚めさせてあげる。そうすればあなたも酔っ払って醜態を晒すような大人にはならないはず。けど今お店にはドリンクのベースも材料もほとんど残ってないの。いや、わざわざ来てくれたお客さんだし、私も頑張って特別なものを揃えないと。でもベースと材料両方とも特別なものを揃えるには時間が足りないかも。あなたはベースと材料どっちを特別にしてほしい？特別な材料？それなら簡単。集めるために前々から準備してたから、リストもすでに用意してあるの。このリストにあるものを準備しよう。よし、それじゃあまずはブランシュさんのところに行こう。この前注文したお酒の材料が届いているはずだから。隣国のリーユには。いらっしゃいませ、何かお探しですか？ブランシュさん、
この前注文した材料を取りに来たの。あら、ディオナちゃん、ちょっと待ってね。トカゲの尻尾15本、チョウチョウの鱗粉7つ、うん、カエルの粘液以外は全部揃ってますよ。じゃあひとまず粘液以外のものをちょうだい。支払いはキャッツテールの人が持ってくるから。わかりました。ではこちらお品物です。ありがとうございました。そうだよ、粘菌薬剤の食感を改良する材料を聞いたらいっぱい教えてくれたんだ。トカゲの尻尾に昇格、でも昇格はアイスと食感が被るから諦めたんだけど、カエルの粘液は飲み物が泥みたいな舌触りになるらしいよ。でもそれはまた今度だね。さて次に行こっか。あとは魚の鱗とスライムの液体だよ。これは城の外で集めよう。全部集めたらドリンクを作るから。うん、この辺だね。ここの魚は身も鱗も質がいいの。それに魚独特の生臭さが染みついてて、普通の人にはなかなかきついんだ。逆に一部の美食家からしたら珍味って評されてるけど、私はただお酒を作りながらおじさんたちの話に耳を傾けてたら、たまたまこの話が聞こえてきたってだけ。とにかくあなたには新鮮な魚を取ってきてほしいの。私は他の材料を持ってるから水の中に入れないでしょ。新鮮な魚は取れた？ほれ、燃えよ。新鮮な魚は取れた？へえ、魚を取るのに慣れてるんだね。泳ぐのも早いし、あたしの飼ってる子猫たちと比べてもいい勝負しそう。まずは鱗を剥がして、あ、魚の粘液もちゃんと取っといてね。魚と水草の生臭い匂い、でもこれくらいじゃないと強烈な味は出せないもんね。もう我慢の限界？ま、プロのバーテンダーじゃないし、こういうのが苦手でも仕方ないか。ほい、これでオッケー。あとは魚の粘液を瓶に入れて、そこに鱗を保管すれば鮮度が保つはず。それじゃあ次はスライムの液体だね。スライムがたくさんいる場所を知ってるからついてきて。
前を見て、あのスライムたちが私たちのターゲットだよ。私が相手したら今持ってる材料をダメにしちゃうかもしれないから、ここもあなたに任せるよ。スライムを倒して液体を集めてきて。下がれ、くらえ。はあ、くらえ。律令呪文。スライムの液体は集まった？お疲れ様。いい戦いっぷりだったね。やっぱりお酒を飲まない人は腕が立つ。スライムの液体を材料にすることで舌触りが良くなるの。あなたはお酒を飲んだことないからわからないかもしれないけど、お酒は味以外にも舌触りが重要なんだってお店のおじさんたちが言ってたんだ。蜂蜜のようにとろりとしてるとか、澄んだ泉のように爽やかだとか、綺麗な言葉でお酒を美化してるけど、お酒はお酒、どんなに飾りつけようとも大嫌いで、このスライムの液体を選んだのは、このベタベタっとした感じをお酒に使ってみたかったからなの。お酒に入れたらスライムの液体がお酒と混ざり合って、酔っ払いさんたちにぴったりのぬるぬるベタベタしたスライム酒の完成にゃ。世界一まずいお酒を作って、みんなにお酒がどういうものかを分からせるために決まってるにゃ。今の酒場はお客さんを呼び寄せるためにあらゆる手を使ってお酒は美味しいものだって錯覚させてる。いろんな材料で味に変化をつけたり、お酒におしゃれな名前をつけたり、記念日限定のものを出したりして飲ませる理由を作ってるの。中でも暁ワイナリーがその筆頭。お酒を売るのに手段を問わない連中にゃ。彼らの目的はただ一つ、みんなを酔っ払いさんにして儲けること。これは完全に犯罪にゃ、詐欺にゃ。お酒は決していいものじゃにゃいにゃ。だから私がまずいお酒を作ってみんなに分からせてあげるの。モンド城をお酒から解放するのが私の使命。私がこういった材料を使うのもそれが理由にゃ。なのにいつになってもまずいお酒を作れにゃい。どんな材料を使っても私のお酒は酔っ払いさんたちを喜ばせちゃう。どれだけ材料を変えても、どんなに非常識な材料を使っても一度も成功したことがにゃい。もうどうしたらいいのかわからにゃい。どうやったらすっごーくまずいお酒が作れるの？私は自己流で作ってる。昔他のバーテンダーからも少し学んだことあるけど、もしかして私の作り方に問題があるってこと？私はずっと研究してきたの。シェーカーの振り方もグラスの温度を維持する方法も混ぜ方も。材料じゃなくて作り方さえ変われば味が変わるってこと？うん、確かに専門的に学んだことはにゃい。けど酔っ払いさんたちが言うには、お酒を作るのはとても難しくて、少しでもミスがあれば、ミスがあれば、そうにゃ、まずいお酒になる。そうか、その発想はなかった。まずは美味しいお酒の作り方を学んでから、また同じ材料で作り始めて、その工程を全てめちゃくちゃにすれば。うん、この方法ならいけるかもしれない。あなた意外とお酒の知識があるんだね。ひょっとして人目のつかないところでお酒を飲んでたりして。それはいいことにゃ。お酒には一生近寄らない方がいい。
とりあえずちゃんとした作り方を聞くならプロのバーテンダーを探さないとね。どこに行けば。あ、エンジェルズシェアか暁ワイナリーなら。いや、ダメダメ、あそこだけは絶対に嫌。理由は聞かないで、これには深いわけがあるの。はい、もう帰ろう。材料も集めたし、作り方については自分で何とかする。ディオナちゃん、それと栄誉騎士、奇遇だね、こんなところで会うなんて。お酒の材料を集めてるのかい？今回はどんなお酒を作るのかな、楽しみだ。俺もお酒を作ってるが、エルザーさんからはいまいち刺激のない味だって言われててね。ディオナちゃんの足元にも及ばない。俺も上手にお酒を作れるようになりたいもんだよ。けどそううまくいかなくて、作り方が古臭いのか、それとも材料がありきたりなのか。彼からちゃんとした作り方を教えてもらえってこと？うん、彼なら問題ないかも。うん、あなたお酒のことで悩んでるでしょ。ちょうど私もそのことについて考えてて、お互いに磨き合うのはどうかな。おお、それは願ってもない申し出だ、喜んで。でも材料は私が集めたものじゃなきゃダメ。トカゲの尻尾と蝶々の鱗粉、それから魚の鱗とスライムの液体ね。そんなものでお酒を作るのか。いや、これは俺が成長するまたとない機会。わかった、それじゃあワイナリーに行こう。そこに道具を置いてるから。わ、暁ワイナリー。私はエンジェルズシェアの方がいいかな。そこにも道具はあるはずでしょ。でもディオナちゃんはキャッツテールのバーテンダーじゃないか。キャッツテールとエンジェルズシェアは一応ライバル同士。エンジェルズシェアに行くのはいささかまずいんじゃないかな。マーガレットさんにも迷惑がかかるかもしれないし。それにエンジェルズシェアはいつも混んでるからね。ディオナちゃんみたいな有名人が現れたらきっと店内が大騒ぎになる。だからエンジェルズシェアよりも近場にあるワイナリーの方がいいと俺は思うけど。じゃあワイナリーにはそのエルザーっていう人はいないよね。エルザーさん？エルザーさんはワイナリーにいるよ。でも多忙な方だから顔を合わせるのは難しいだろうね。それがどうかしたの？そう、別にいないならそれでいいの。これはバーテンダー同士の話でしょ。無関係の人に邪魔されたくないと思っただけ。彼女はそばにいてくれてもいいから、その材料を集めてくれた助手だからね。わかった、それじゃあ善は急げ、ワイナリーはすぐそこだ、行こう。急ごう。よし、来たね。周りを見てごらん。お酒を作るのに必要な道具を用意しておいたよ。まあ基本的なものしかないけど、ひとまずはこれで十分だと思う。お酒のベースには高級ダンディライオン酒を準備しておいたから。そういえばディオナちゃんは酔っ払いが嫌いらしいね。今日は腕を磨き合う場だから試飲も最低限にしておこう。わかった。うん、道具もこれで足りると思う。
これは、実は前々からディオナちゃんにはワイナリーに来てもらってお酒の作り方を教えてもらいたいと思ってたんだ。だから準備はもともとできていてね、あとは機械だけだったんだよ。いつディオナちゃんが来てくれてもいいように準備は万全にしておかないとダメだろ。そうだ、忌憚のない意見をもらうためにも支援してくれる第三者が必要だな。彼女でいいと思うけど。いや、彼女はまだ。さすがはセピロス騎士団の栄誉騎士、わきまえてるな。なら、死因係は一体誰に？コナー、探しましたよ。ここで一体何を？エルザーさん、ちょうどいいところに。今、ディオナちゃんと酒造りの腕を磨き合おうとしていたところなんです。おや、そうだったのですね。それはいい。もし差し支えなければ、見学させてもらっても。ええ、ちょうど感想をくれる試飲係を探していたところなんです。エルザーさんさえよければ手伝ってくれませんか？もちろん喜んで。リオナの作ったお酒を飲めるなんて私はついてる。なんであのエルザーっていうおじさんがいるの？まさか私が契約を結びに来たとか思ってないよね。そう、あのおじさん時間があればキャッツテールに来るんだけど、その度に虫角走るような言葉で私を口説いてくるの。暁ワイナリーと契約して新しいドリンクを開発しようって。ふん、私はまずいお酒を作り出そうとしてるのに、あの人はそんなのお構いなしなんだよ。それでは早速始めるよ。いいかい、ディオナちゃん。いいけど、これはさっきも言ったようにバーテンダー同士の腕の磨き合い。無関係の人にはどっか行ってほしいんだけど。無関係の人。エルザーさん、あちらで少し休まれてはどうでしょう。お酒ができたらお持ちしますので。いや、しかし。エルザーさん。ああ、そうですな。邪魔をしてはいけないから終わったら呼んでください。それじゃあ始めよう。わざわざ来てもらったのだし、ここは俺から先に作ろう。トカゲの尻尾には苦味がある。直接酒に入れては味を壊すだろう。まずは蒸留酒につけてから苦味を取ってダンディライオン酒に。スライムの液体は少量なら舌触りを良くしてくれるだろう。多すぎるとお酒が半固形状になってしまうから注意しないとな。それから鱗は、すっごい匂いだな。どう考えてもお酒に入れられるような代物じゃない。それに蝶々の鱗粉も体に害はないんだろうか。まあとりあえず一杯作ってみよう。よし、できた。エルザーさん、よろしくお願いします。この色とツヤ、他のお酒とは一線を画すものですな。ではいただこう。ほう、口に入れた瞬間、蒸留酒の刺激とダンディライオン酒の清涼さが伝わってくる。それからほんのりとした苦味が酒本来の風味を生かしている。このねっとりとした食感も実に印象的。いいお酒じゃないですか。進むべき道を見つけたようで何よりです、コナ。これも全てディオナちゃんのおかげです。彼女がこのような機械を提案し材料を指定してくれていなかったら、俺は今も昔の作り方や材料に固執していたでしょう。ただ蝶々の鱗粉と鱗を使えなかったのが唯一の心残りです。俺の発想力ではこれが限界でした。大丈夫ですよ。誰もがディオナみたいに天才的な発想と腕を持っているわけじゃありませんから。本当にあんな材料で美味しいお酒を作ったの？ねえ、あいつの作り方覚えてる？それなら大丈夫だね。
私たちがするのはあいつの手順をめちゃくちゃにして作ること。そうだ、あなたが先に真似して作ってみてくれる？プロはね、新しい製法を自分のものにするとき、まず観察を何よりも大切にするの。あなたは助手なりに精一杯まずいお酒を作るといいよ。私がそれをよく観察して作り方の改善案を考えるから。今度はディオナの番ですな。ディオナちゃんがどんなお酒を作るのか楽しみですね。いいけど、私がやる前に助手に作ってもらってもいい？彼女もお酒にすごく興味を持ってるの。彼女もお酒が作れるんですか？それはいい。今日は美味しいお酒がたくさん飲めて幸せだ。ではこちらへどうぞ。材料と道具は用意してありますから、いつでも始められますよ。全ての手順をめちゃくちゃにするって言ったじゃない。それだとただ真似しただけでしょ。さあ、トカゲの尻尾をそのままダンディライオン酒に入れて処理なんてしなくていいから。そうだにゃ、それでこそまずいお酒ができるにゃ。全部入れるだと、どんな舌触りになるんだ。よくやったにゃ。全部入れればそのお酒も完成間近。これはエルザーさん、どうぞ試飲してみてください。コナーこそ、あの奇妙なお酒を飲んでみてはどうです？もしかすると新たな境地を開けるかもしれませんよ。もうできた？すまない、このお酒の製法だが俺には前衛的すぎる。無理かもしれない。このお酒は本当にクリエイティブと言うべきなのでしょうか。コナー、やはりここは君が。うまくいった。ちゃんとした作り方から外れればやっぱりまずいお酒になるんだ。コナー、見事な腕前だけど、このままじゃお客さんには出せないかな。そのお酒を渡してちょうだい。私が不純物を取り除いて、それをベースに新しいお酒を作るから。まずはトカゲの尻尾をスライスしてお酒につける。それからスライムの液体を入れて混ぜた後に少し置く。最後に蝶々の鱗粉を散らして、あ、そうだ、鱗も入れないと。あと魚の粘液も一緒に入れて、混ぜ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 、まずくなーれ、まずくなーれ。エルザーさん、ディオナちゃんは今お酒を作ってるんでしょうか？私もあんな作り方は見たことありません。でもディオナのことだから、きっと彼女なりの考えがあるはず。この特製ドリンクで真っ黒な酒造業に大打撃を与えてやるにゃ。はい、どうぞ味見してみて。これまで自分が抱いていたお酒への幻想がどれほど間違ったものだったか思い知りなさい。おお、このお酒はなんと素晴らしい香り。どれどれ、この味は
トカゲの尻尾を丸々一本入れたから苦味はあるものの、ダンディライオン種本来の清涼感ある渋みと絶妙にマッチしている。そして混ぜる時に砕けた鱗が酒に浸かったことで生臭さが消え、味をより豊かにしている。この大量のスライムの液体も完全に酒を吸収したことで逆に味が濃くなり、面白い歯ごたえをもたらしているな。あと最後にふるいかけた蝶々の鱗粉、この発想はまさに盲点。味だけじゃなく見た目も完璧にしている。にゃに、この一杯と比べたら先ほど自分が作ったものは話にならない。冗談はやめるにゃ。きっと飲みすぎで舌も鼻もバカになっちゃったんでしょう。そんなわけにゃい。私がここまでしたって言うのに美味しくなるわけないでしょ。きっと何かが足りないんだ。お願い、このお酒をベースにさっき作ったあれをもう一度作ってみて。どんな手を使ってもいいから必ずまずいお酒にしてみてにゃ。これは何の匂い？生臭くてベトベトしたスライムの液体と膨れ上がったトカゲの尻尾、それからまぶされた鱗粉。想定していた作り方とはまた違うけど、あなた意外と才能あるかも。これでいいから早くエルザーとコナーのところに持って行って。ん？またディオナのドリンクですか。今度は何を作ったのですか。こんなもの意識しても作れませんよ。お願いだからそれを私から遠ざけてください。ん？ディオナちゃんの特製ドリンクだって？なら俺が飲んで。さすがはディオナちゃんの助手、この酒もまた前衛的だ。すまない、匂いの届かないとこまで持って行ってくれないか。急に具合が悪く。いやいや、私が見てきたお酒の中でもこれは群を抜いて問題作です。ディオナの助手なんですよね。ディオナが作ったお酒はどれも極上のものなのに。分かってはいると思いますが、あなたは彼女と同じ材料、そして似た手法を使ってます。それなのにディオナの作るお酒とは天と地ほどの差があります。どんなに奇妙な材料を使おうとも、ディオナちゃんはお客さんを失望させたことがない。嘘だと思うならモンド城の酒飲みに聞いてみてください。皆さんディオナのスペシャルドリンクの虜ですから。虜？そうだ。さらにディオナちゃんのお酒をより印象深くしているのが彼女の使う様々な材料。誰も手を出さないような材料で美酒を作り上げる。美酒？何せディオナちゃんはモンド城の天才バーテンダー、美酒の源泉、バーテンダー界の。ん？どうしたの？ディオナちゃん。コーナー褒めすぎです。そうですか。つい冗談はやめて。冗談はやめてよ。これと同じ味のお酒私にだって作れる。必ず作ってみせるにゃ。あなたそのお酒を渡して、今から作ってみせるから。残りの材料を全部入れてやる。トカゲの尻尾、鱗と粘液、スライムの液体。
ぜまぜまぜまぜ、まずくなーれまずくなーれ。まずいものを作るなんて簡単なんだから。完成だにゃ。今度こそ。この香り、おお、この色は、これはまた絶妙な香り、斬新ですな。これはまた見たこともないような色、完璧なお酒だ。